まあ、その今声優の方々もね、富田さんこういろいろと人気のあるご職業ですが、まあ、かつてはその声優ってのはもう戦前からございましたね。ラジオの時代のいわゆる声の出演の方、そうですね、放送劇団の方たちがね、声優ですよね、そうですね。それはこうしたアニメとかいろいろ洋画の吹き替えの分野にまでずっと広がってきたということで、はい、まあ、今でこそこうやってまあ、今おっしゃったようにトップクラスなれになりましたが、初期の頃は生のアテレコってのはありましたわけでしょ。生でもやっちゃうと。ありました、6ヶ月間ぐらい、半年ぐらい、半年ぐらい確かありました。考えられませんね今ね。そうですね、うーあーって言ったまんまね、そのまんま終わっちゃって終わっちゃって、お前何も喋んなかったじゃないですか。僕なんかダメですね、何も喋んない。石丸は絶対できない。ダメですよ、へーっつって終わっちゃったりとかね。石が出たらそのまんまあーっつって終わっちゃうという感じですね。それも広い部屋じゃなくて狭い部屋にですね、そうです、締め切ってやってるという、こんな小さなモニターをね。そうですね、マイク一本で、ね、どうしたのテレビ局ってあんなケチなモニター使うのか。そのモニターの前で締めいて、そうです、背のちっちゃなこん飛んだりしましたね。もう潜ってこう行かなきゃな。まあ、そういう時代があったわけですが、そのアニメ石丸さんはこれが初めてのご経験だということでございますね。しかし懐かしいですね、そういうなんか生のアテレコなんてのちょっと出ますとね。そうですね、しかし悪役のこの声の苦労ってのはございますか。いや声の苦労っていうのはあまり僕はないと思うんですけど、はい、声がもともと少し太いというか低めなんで、はいはい、なかったんですけどね、はい、ただやっててスタジオの仲間から、うん、まあ、よくこうシャレなんですけども、はい、憎たらしいって言われるわけです。だからそれが楽しみでやってるというか、なるほど、本当に憎たらしいってよく言われましたけれども、悪を追算やる人ほど善人だって言いますけどね。そうですね、うまいこと言いますね、本当そうですね。3枚目のまた家とかね、そうなんですね。まあ善を知ってるから悪が余計にくいと、だからそういう憎ったらしい声も出せんだろうと、ああいうことにも通じてくるよ ね。決して知り合ってるからね。でも私はね、最近はほとんど悪というよりもね、はい、博士とかお父さんそっちの方にやっぱりこう移ってくるという。ああそうですか、さてそれではもう6年前の放送になりましたが、そのマジンガー Z のほんの一部ですが、ご一緒に見てみたいと思います。まったくなんてでっけんだこいつは。つい昔の映画館ですが、のしいがダメだからね、拍手しちゃったおせんにキャラメンの方で、今は画面見ながら富田さんおっしゃってたんですが、全てのロボットものがこれ集約されているという、ね、いいことをおっしゃってましたですね、はい、この前の鉄人28号もお出になっておられるという、はい、あそうですか、あれとまた違うわけですね、ロボットって言いますか。違いますね、もうリモコンが敵に渡ると、はい、鉄人28号は何ですか、敵の言う通りになっちゃう、主人公もこう潰しちゃうという感じですけどね、はいはい、そういうものがありました。そうですか、久しぶりにお声を聞きになってどうですか、柴田さんは。そうですね、はるみちゃん横でうまく入ってる、うまく入ってる、多少は大感じですね、やっぱり。なるほどね、いい声ね。そんな、まあ、こういうわけで、ロボットのいろいろこれからあとですね、たくさんお借りしてまいりました、それ見たいと思います。辻さんもどうもいろいろありがとうございました。本当にありがとうございました。